今回はスローインやコーナーキック、ゴールキック、フリーキックの解説をします。試合でボールがピッチの外に出た時、始め方は3パターンあります。まずこの両サイドラインから、ボールが出た時はスローインといって、ボールを手で投げて再開します。ボールが出た時、最後に触ってないチームがスローインを行います。つまり赤チームがボールを外に出してしまった時は、青のチームが、スローインを行います。次に、エンドライン、つまり、ゴールがある、ラインからボールが出てしまった時、これは2パターンに分かれます。まず守ってる側、ゴールを守っている側から側が、ボールを外にゴールラインに出してしまった時は、青チームのコーナーキックになります。これは攻撃側の、コーナーキックになります。反対に青のチームがゴールラインを割ってしまった場合は、赤チームのゴールキーパーが、基本的にはボールを蹴ってゴールキックということになります。最後にピッチ内で反則が起こった時のフリーキックを解説します。プレー中に相手を故意に倒したり手を使ったりするなどの反則を犯すと、フリーキックが相手に与えられます。ゴールエリア内で守ってる側のチームが反則を犯すと、ペナルティーキックが敵に与えられます。至近距離からゴールキーパーと1対1で直接ゴールを狙うことができます。この場合、赤チームがペナルティエリア内で反則を犯すと、青チームがペナルティキックを、直接ゴールを狙えることになります。この時は、青チームも赤チームもゴールエリア内に入ることはできません。はい、フリーキックは得点につながるチャンスです。ぜひ注目してください。